ゆてん TV をご覧の皆さん、どうも。ついに始まった誕生日カウントダウン、どれだけ早めに起こしてくれてもいいんだぜ。ゆてんでございますってことでね、もう完全に4月に入っちゃったっていうことで、いよいよこのゆてんの生誕祭まであと26日だいうことでね、その日のことを考えただけでこの U20 は常にそわそわしちゃうよねっていう話なんだけどね。先日から概要欄にファンレターだったりプレゼントの送り先を公開してるんだけど、4月30日の誕生日まで一切待ちきれないとは。そういう早漏なてめえたちに関してはもう今から誕生日プレゼントを送ってもらっても構わないよねっていう話だから、いつでもてめえたちの熱い思いを全裸待機してるよねっていう話だよね。そしてフライングで誕生日プレゼントをよこしてくれたてめえたちに関しては、誕生日の当日かその前後にはライブ配信をやろうとは思ってんだけど、その際によこしてくれたプレゼントを紹介する機会もあるかもしんないよねっていう話だから、 U20 によこしたものをぜひ紹介してほしいと。そう願うてめえたちに関しては、ぜひ今のうちからソーロー20してほしいよねっていう話だよね。まあ、今回ね、この U20TV を通してね、まあ、てめえたちにね伝えたいのが、まさかね、2日前にまだテンチムがモテフィットの返金をしていないことに関して言及したんだけど、その直後にまるで本人が U20TV を見たかのようにインスタストーリーを更新して自らで返金作業を行うことを決定したと。いうことでね、いよいよこの U20TV の影響力はテンチム本人をも動かす事態になっちゃったよねっていう話だからね、まあ、この U20TV 撮ってるよねっていう話だよね。本題に入る前に、前々からこの U20 は動画の概要欄に Amazon の欲しいものリストを公開してるよねっていう話なんだけど、今までもそれを見てくれた心優しいてめえたちがいろいろなものをよこしてくれたよねっていう話なんだけど、最近になってその Amazon の欲しいものリストの中からとんでもないものが届いちゃったんだよ。っていうのも、それはどんなものかっていうのをてめえたちに見せてやるとすると、まあこの最新自動ドア付きゴミ箱だよねっていうのも、これは一体どういう風に使うのかっていうのを説明してやるとすると、まさかのこれはセンサーによって上の蓋が開くようになってるよねっていう話だから、普段は閉じた状態でゴミの匂いも全く気になんないよねっていう話だし、見てもらったらめちゃくちゃでかいよねっていう話だから、45リットルまでのゴミ袋に対応してて完全にゴミが捨て放題な環境になっちゃってるよねっていう話だよね。それでは早速ね、このゴミ箱を実際に使って検証していこうと思うんだけど、まあ、これもバレンタインの時に心優しいてめえからもらったチョコレートだよねっていう話なんだけど、これはフェレロロシェの中にマカデミアナッツが入ったチョコレートだよねっていう話なんだけど、じゃあ早速ねこれをいただいてゴミを捨てようかなっていう話なんだけど、それではね、感謝の気持ちを噛みしめていただこうと思います。結構ボリューミーだよねもうなんか中にクリーミーなチョコレートみたいなのも入ってるから、完全にカロリーの塊だよねっていう話なんだけど、うん、でもうまいねこれは本当に。さあそれではね、早速これをこのゴミをね捨てていこうと思うんだけど、こういう風にもうかざしたら完全に蓋が開いちゃうよねっていう話だよねそうだから、初めてこのゴミ箱を使った時はガチで感動したよねっていう話だし、見た目もめちゃくちゃオシャレで、しかもめちゃくちゃ大量にゴミが入るよねっていう話だから、この機会にありとあらゆる無駄なものを捨てたいよねっていう話だし、例えば思い出したくない思い出だったり、消したくて仕方ない黒歴史だったり、一円にもなんないプライドだったり、自らを苦しめるだけの嫉妬心なんかは全てまとめてこのゴミ箱にポイするしかないよねっていう話だよねまあそんな感じでね、今後も欲しいものリストからよこしてもらった際には随時この U20TV で紹介していこうかなっていう風にも思ってるし、一体この U20 がどんなものを欲しがってるのかと、その情報に関してもこの動画の概要欄にもリンクを載せてるよねっていう話だから、今月は誕生日月間っていうことも含めて Amazon からも大量のプレゼントを受け付けてるよねっていう話だから、ぜひその欲しいものリストも含めて大量によこしてもらいたいよねっていう話だよね。さあそしてようやく本題に入るよねっていう話なんだけど、あこれめっちゃ重いんだけど大丈夫これそんなゴミ入れた覚えないんだけどね。まあ2日前にテンチムに対して物を申した動画を出したほんの1時間後ぐらいに、テンチムはインスタストーリーで今回の返金に関して販売会社であるユイク株式会社からテンチム自らで返金対応を行っていくと、その手続きを書面にて行ったことを発表したんだよね。そして昨日テンチムのチャンネルで上がってた久しぶりにクラブ出勤したと、
その動画の概要欄の中でも返金についてということで担当弁護士が書いたその書類が見られるようになってるよねっていう話だし、詳細が決まり次第動画でお知らせしますと、まあ、そういう風に言ってるわけなんだよね。そうだから今回のこの動きに関しては間違いなくこの U20 の動画がきっかけで対応したと言っても過言ではないよねっていう話だし、その対応の速さに関しては評価するよねっていう話なんだけど、ただそれでもてめえは約束を破ったことには変わりはねえからっていう話だよね。だしはっきり言ってこの対応に関しても俺の動画で物を申した後に発表するっていうのもおかしな話だし、本来は返金ができないって分かった時点である3月31日よりも前にこの発表はしなきゃいけなかったと思うんだよね。なのにもかかわらずその当日上げてた動画も奴隷動画だったよねっていう話だし、その翌日に関してもまさかのテンチム逮捕のシーンをフィーチャーした悪い顔選手権の動画をアップしちゃったいうことで、これは本人に悪気がなかったとしても当たり前に煽ってると取られてもおかしくないよねっていう話だし、もし本当に本人がアンチを煽る目的でこの動画を出してるんだったら、それはてめえ返金が終わってからするべきことなんじゃねえのっていう話だよね。そしてさらに最近のテンチムのサブチャンとかを見てると分かる通り、先日テンチムはストーカーに会ったっていうことで炎上後に借りたワンルームマンションを引き払って引っ越しをしたよねっていう話なんだけど、その引っ越し先であるマンション、いやオークションが完全に豪華すぎるということで、そもそも借金返済のためにワンルームマンションに引っ越したっていうこと自体ただの設定だったんじゃねえのっていう声が相次いでるよねっていう話なんだけど、それを裏付ける証言として4ヶ月前に柴田が出してたテンチムという女はすごいと、その動画の中でまさかのそのワンルームマンションに引っ越したことや、実はもともとオークションは購入済みで全てが完全に作られたストーリーに基づいてることを暴露しちゃってたんだよね。まあこの U20 は借金の存在自体結構元から疑ってはいたよねっていう話だし、借金のせいでワンルームマンションにしか住めなくなっちゃったとか、そういうのに関してはもちろん設定だと勘ぐってたよねっていう話だし、特に今回のオークションに引っ越したことに関しても別に驚きはしなかったんだけど、ただ自分で宣言した約束すらも守らずにそういう豪華な暮らしを視聴者に見せつけるっていうのは、これは完全に反感を買ってもおかしくないよねっていう話だよね。そうだからテンチムはこの返金のことに関してはしれっと動画の概要欄に弁護士の報告書を載せるだけじゃなくて、前回の動画でも俺が言った通り早急に動画なりで説明する必要があるんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。そしてさらにテンチムは昨日アップしてたテンチムの休暇に密着と、箱根に行った Vlog をアップしてたよねっていう話なんだけど、その中でまさかの先日青白王子とコラボした時に出てきた電動歯ブラシ奇跡のフルスロットルが出てきちゃったないうことで、結局やっぱりそれてめえ案件だったんじゃねえのかよって話だよね。別に案件をやること自体は悪いとは思わないんだけど、その案件に関してもつい先日テンチムはエッセサロンの件でやらかしたばっかりじゃん。なのにもかかわらずこの返金の約束も果たさずにアンチを煽るような動画を上げた翌日に案件動画をアップするっていうのはもはやサイコパス的な発想でしかないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、テンチムがほとんど目立たない形で返金問題に関してしれっと言及していると。いうことで、まあこの U10TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、ただやっぱり最近の動きを見てても本当に思うんだけど、どこかしらテンチムは視聴者だったりファンを金づるとしてしか見てないんじゃないかなっていうのがチラ見えしてるよねっていう話だし、その返金の約束に関しても完全に無計画でその場しのぎで言ったことなんじゃないかと、まあそう思わざるを得ないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、今後もテンチムの動きに関しては全力で追っていこうと思うし、一方ではまさかの真琴が釈放されたっていうことで、いろんなところで YouTuber 界隈がざわつき始めてるよねっていう話だからね、またそんな旬なトピックに関してはこの U20 がガソリンタンクと共に駆けつけていくよねっていう話だからね、また次回の U20TV もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクストU20TV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 On the my way